マジカルエイト、どうも魔王かわちゃんです。メルです。はい、本日はですね、まあ、最近ね、ちょっと僕らサウナよく行くんですけど、はい、まあね、僕のね、この都合上結構個室サウナだったり、あとはそのタトゥーオッケーなお店に行ったりするんですけど、まあね、思いません？どこでもサウナ入れたらよくね。うん、サウナってそう、場所を決めるのが大変だから。そうだね、整うのに結構1時間以上かけていつも行ってるじゃないですか。で、考えたんすよ僕。サウナってサウナで温まる、で水風呂で冷える、うんうん、外で整うじゃないですか。その工程さえ踏めば別にあの施設じゃなくていいんじゃないかな、うん、確かに、確かにできればね、はい、うん、で無理やりじゃあそれをどうやって再現するかって言ったら、車で暖房マックス僕の車ハイまで行けるんですよハイの暖房の中ね、まあもう夏なんで炎天下の中暖房マックスにして、サウナスーツみたいなの着て暑くなって、で、まあ、汗ダラダラかくじゃないですか。で今ね、海に来てるんですけど、はい、そのまんま目の前の海に飛び込めばで浜辺で外気浴すれば、これすなわちサウナなんじゃないかっていうのを、まあ、理論上は僕はこう考えまして、で今日やりに来てるんですけど、まあね、どうなるかは正直全然わかんないでもちょっとサウナ気分を味わいたいんで、そうね、ちょっと僕車の中でできるロウリュも開発しました本気です、ガチです。これが多分流行ったら、どこでもサウナできます。そうだね、海か川があればどこでもサウナできるようになるんで、あと車持ってれば、これ革命的ですよ。革命的、超安いっすからね、しかも、まあここわけわかんない、なんか全然海水浴場来たらなんかおばあちゃんがバババって走ってきて、止めるの1000円ですって、はいっつって、なんか条件反射で1000円渡しちゃったんすけど、市街より高い市街の駐車場のマックス料金ぐらい取られたんすけど、まあね、普通にやるんだったら結構コスパもいいから、はい、まあ、今日はちょっとそれを試してみたいと思う、はい、じゃあとりあえずね、準備して早速車サウナ行ってみたいと思います。行ってみよう。じゃあね、ロウリュつけてみたいと思います。これでちょっと温めてロウリュしていきたいと思います。はい、ということでね、ロウリュの準備が完了したので、はい、ここからね、エアコンの温度を暖房にして、31度超えの温度にしていきたいと思います。ガンガン上げちゃいます。はい、1になりました。で風もね、風もマックスですか。風もマックスです。うわ、これはもう地獄ですね。地獄ですよ、地獄です。サウナのパキッとした暑さじゃなくて地獄の暑さとりあえず10分かな。もうちょいいけんじゃないですか。20分とかでいいんじゃないですか。つらいよ、多分こっから上がってくよ。まあ、ロウリュもあるんで、ね、15分にしようよ。このねサウナコントですよ。視察と大丈夫なんかめっちゃ見られるこれかぶるとこあります。いや、ないよね。あ、こうだ。巻き込むタイプ。いや、あるあります。もう巻けば十分。思ったより暑いな。
結構熱いっすねこれ。多分母ちゃんこうだよ。え、そこ俺のそれどこにあんの。大丈夫かな、隣の人俺のこと今見てない。見てない。逆になんで見ないのこれ、おかしいよ絶対。今すごい変なことしてるよね。変なことしてますね。これ何、これどうなってんの。まだこれね、あの本当にこうなるよ。後ろ触ってみ。後ろ、全然母ちゃんのもあるからこう。違う、待って、避けてる避けてる。母ちゃんの避けてる。いやでもこれもちゃんとかぶれてますよ。違うって、こうなるんだよ。いやいや、それも違う、見えるんだよ、見えるの。見えるっすか。見える、マジックミラーになってるの。母ちゃんの避けてるよ。避けてる避けてる。いやいやいや、本当だ、マジックミラーだ。だから違うよ、こうやって、ここに。なんで俺スポってかぶれてんの。わかんないっす。めっちゃ見られてる。俺からは見えてんだけどな、これ熱い。これめっちゃ熱いっすよ。あ、違う、待ってごめん。何やですか、ね、こうだはい、今こういう状態でございます。暑いです。暑いです。これ下からもやった方がいいんじゃないかな、エアコン。あー、なるほど。このポンチョが下からほら入ってくるじゃん、風が。確かに、漏流です。まだね、まだ耐えれる暑さですね。まあサウナにはまだ程遠いです、ね、程遠いですね。ただまあ普通に普通に炎天下ぐらいは暑いっすね。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいです。すごい、隣のお母さんがすっごい冷たい目でこっち見てました。めっちゃ見られてる。何してんのこれマジ。恥ずかしいよ。駐車場味の方が良かったかも。あれかもね、逆に目を合わせないようにしてるかも皆さん。あーやばすぎて。ロウリュ行きます。ロウリュ行こう。じゃあね、ロウリュ、ロウリュさせていただきます。おー、皆さん、ロウリュです。ロウリュか。こちら、エイトボールチャンネルのロウリュです。結構、自然に溢れてます、ね、自然に溢れてますね。自家製ですから。あでも頭まで被ると、ちょっと変人感がすごいな。暑い暑い。はい、結構汗かきましたね。かきましたね。あ、15分入ったんですか。15分入りました。はい、ロウリュもしてね、ちょっとじゃあこれからね、本命の海に入って整っていきたいと思います。もう結構ね、暑い暑い。はい、ということで行ってみましょう。はい、海に行くんですけど、風が強い。これ無理かも、とっとないくらいかも。もう、普通さ、水風呂入る前ってさ、もう入りたく入りたくしょうがないじゃん。そうっす。今俺ってちょっと歩いてるだけで、やや寒い。
わあ、でも海入んのなんか何年ぶりだろう。じゃあ海に入ります。はい、ということでね、セルフサウナチャレンジでございましたけども、失敗です。あのね、やっぱり車の暖房にも限界があるし、あとはそのなんか気持ちいい汗はかけないっすね。かけないね。し、あと、まああのセルフロウリュセットですか、うん、あれはほぼ意味をなしてませんでしたね。まあジューっていうだけ、見た目だけ、なんかほんと雰囲気でしたね。多分石の温度が低いんじゃないかな。確かに。ということでね、皆さん、サウナはねやっぱりね、あのちゃんとしたところに行った方があのいいです、マジで。はい、あのね、変なことしない方が絶対いいです。そうですね。はい、ということで、エイトボールチャンネルでした。バイバイ。バイバイ。Sing along.